さあ、それでは続きをやっていこうと思います。前回ちょっと話してたヘッドライトの組み立てというか、まあそういったところですね。まあ正直なところ、私は結構このヘッドライトの組み立てっていうのが苦手で、やっぱりレンズをメッキパーツにどうやってつければいいのみたいなさ、そういったところが、傷をつけずにというか、こう接着剤の跡を残さずにみたいなさ、あるじゃないですか。がね、結構ね、嫌いなんですよね。嫌いというか、まあ苦手だね。だから結構展示会とか行って行ってもさ、みんなどうやって綺麗にヘッドライトつけてんのかなとか、そういうのとかね、よく見ちゃうんだよね。大体見るとさ、わかるじゃない、何でつけたかとかさ。だけど、これどうやってつけたんだろうみたいなのとかね、中にもあってさ。まあね、その中ね、正しいつけ方みたいなのは、まあ、正直ね、自分自身でもあまり綺麗に見つかってるところではないので、ただ、まあ、私はこんな風につけてますよっていうのね、動画にできたらなって思います。ということで、まあとりあえず、まあもちろんいつものごとくなんですけれど、綺麗にゲート処理をこのようにしてですね、で、まあちょっとこういうところカッターナイフでカリカリやるとね、結構難しかったりするんで、まあそういった時はね、ペーパーヤスリとかもちょっとつけて滑らかな R を出しておくよと、引っかかりがねないと、その引っかかりだったりすると、そこがね引っかかってしまって奥まで綺麗にはまらないとか、そういったこともね、よくある話なんでね、傾いちゃったとかね、まあそもそもうまく入らねえよみたいなさ、こともあったりするんで、できるだけ綺麗に仕上げるようにしておこう。こんな感じ。よっと。カリカリカリと、まあ、ちょっとこうね、削っては少し触ってみて、引っかかりがないかっていうのをね、指先で確認してあげながらやっていくといいかなと思います。ちなみに今これ使ってるペーパーヤスリは800番ね。まあ自分の場合は結構800番をメインで使うことが多いかな。一番使い勝手がいい気がする。よし、ではこれをはめていきましょう。で、これはめるときもですね、なんかボッチみたいなのがついている感じなので、この裏側、あれ取れちゃった？いや取れてない、ギリギリ残ってる、よかった。それにこう入る、合うようにこっちにもね、リフレクターの部分にもありますので、そこに合うようにすれば、この柄がしっかり合うようにね、つけることができますんで、一応リフレクターの部分には LR があって、レンズの部分は共通パーツになっております。両方ぼっちついてるね、こっちもぼっち、これ取れちゃった、ぼっち気をつけてやってたんだけどな。あ、ついてるついてる、指で触ったら分かった。で、さあやるか。すっごく苦手で、まあいつものごとく、まあ結局これは接着剤を使うにしても、こちらだともう本当に急いでやらないといけなくなっちゃって、慎重に慎重にやってると乾いてきちゃうんですよ。で、乾くと何が問題かっていうと、こうね、なんていうのかな、膨らんだまま固まってしまうと、そこが障害物となってしまって、ピタッとくっつくものがこうね、接着剤が固まり始めちゃってさ、こういう風にくっついちゃうみたいなさ、こう斜めにね、こう。だからもうあんまり仕事を早くやるっていうのはいいんだけど、そんなスムーズにねできないんですよ。ということで、やっぱりゆっくり乾くね、デコプリンセスの方がいいかなつって思います。ではやっていこう。で、まあ言うともね、ここからもう急いで準備をして、まあこういうね、ポストイットとかにちょっとこう出しておいて、必要な分だけで、ここのレンズの要は外側につけるようにするんですよ。取り付けると、貼り付けるところに塗るのは当たり前なんですけど、ちょっとごめんなさい、メガネが邪魔、目が見えない。このね、外側、内側にやるとね、後で取れなくなってしまうんで、外側にできるだけつけてあげるんですよね。で、外側につけてあげることによって、はみ出してきても外側にはみ出るようになイメージにしてあげれば、後でね、取ることができるんで、内側に入ってしまうとやっぱり取れなくなってしまうんでね。
できるだけ内側に入らないようにやっていきましょう。で、今使っているのはこれは竹の、爪楊枝ですね。竹の爪楊枝の方がちょっとやりやすいかなっつって。インセットカット。で、さっき言ってたぼっちがある方を狙って、今こう向きですね。ぼっちがあるところを狙って、ストンと落としてあげるよと。これで OK。で、はみ出たら取ればいいやっていう感覚もあるんですけれど、まあ、できるだけその工程もね減らしたいし、たくさん塗ってしまうとどうしてもやっぱりね、外に漏れる予定だったものが中に入っていってしまうということもあったりするんで、もうこれにねつける時点でもうできるだけその塗る量っていうのをね減らしておいてあげるといいかなと思います。今こうやって持ってるとさ、指で持ってるのまあまあしんどいなというところがある場合は、こうやってね、目玉クリップとかで、うわ、なんか、ごめんなさい、変な虫がいた。こうやって。だけど、これ、力入れてね、グイ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 やったりするとさ、固まってきちゃった。ピーンって飛んでてしまうんで、まあ、それならないように気をつけながらやっていきましょう。そんなね、力を使うような作業でもないので、ちょんちょんちょんとこうね乗せていってあげるような感じですね。目玉クリップはね今100円で売ってたりするんでね、いくつか入って、まあ何個か買っておくとね、この汚れを見ると分かると思いますけど、塗装でも使いますし、こうやってねちょっとこう持つところがちっちゃいとかね、そういった時にもね使えたりするので、まあなんだろう、ある程度サイズもねあるじゃないですか。なんでそれも揃えておくと何かと便利かなと思います。ちょっとこの辺ノリが悪いな。あ、つけすぎつけすぎつけすぎ。こんな感じかな。ちょっとねついてれば大丈夫なんでね。これで今上にこっち側にぼっちがついてるんで、そーっと掴んで OK ですね。えいっと、あ、ほら今手についたね、外にはみ出してくれたんでよかったっす。で、このはみ出したやつはエナメル溶剤でも取れるんですけど、まあ今この状態の時に綿棒でこういうふうにはみ出したやつをクリクリクリっと拭き取ってあげてもいいですし、乾いてからでももちろんね、ゴムのような状態で乾いてくれるんで拭き取れるんでね。で、一回こうやって拭き取ってもうっていう時に、あ、拭き取ってちょっと他のところも取りたいっていう時はもうこの綿棒ね潔く捨てた方がいいですね。変なところについたりするとね伸びるっていうか、綿棒についた接着剤がまたねキットの、あ、動いちゃった、キットについてしまったりとかねすることあるんで。あ、いたいた、よかったよかった、戻った。なんかちょっと浮いてるな、多分ね中が密閉されてるからさ、中の空気が今こうやって指で触ってるだけで、今ね、ちなみに私風呂上がりで多分から手があったかいんだろうな、空気がね膨張して浮いてきちゃうんですよね。だからここに穴開けておくのも手だったかもしれない。そうすると空気が逃げて、まあそこまでする必要はないと思うけど、まあ OK でしょう。まあ、というのが私のやり方でございます。まあ、これがね、正解かどうかっていうのもね、ちょっと何とも言えないところではあるんですけれど。まあ、という感じで、少々時間が余りましたので、こちらもつけていこうかな。これは、こいつはいいのか。これですね。これも、なんだろう。クリアパーツでも着色するやつとしない部分っていうのがありますので、ちなみにこれは塗らない、あ、塗らないじゃない、これじゃなくて、
こっちは塗るんですよね、この1、2のこっちは。あ、違う、これが塗らないのか、ごめんなさいね、全然違うじゃん。で、こっちが塗るんだ、合ってるよな。まあ、不安になってきたね、いきなり。え、これ塗らない？普通塗るんじゃないの？上って白だったっけ？これ箱見た方がいいね。いや、乗ってない。え、嘘？いや、これテールランプって赤で塗らなかったっけ？で、下がウィンカーみたいな感じ。あ、やっぱ塗るだった。あぶねー、取り付けるの。まあこれちょっと取り付けるの、あ、またにしよう。塗装まだしてない、クリアパーツに。で、クリアパーツの塗装の仕方だけちょっと言っとこうかなと思うんですけど、この時代の車って結構赤いんですよ、テールランプが。よくあるんですよ、たまにね、質問で、テールランプって裏から塗りますか、表から塗りますかとか、両方塗りますかとかね、あるんですけど、本当ね、ものによる、結構昔あったユーロテールみたいなのだったりすると、ちょい前のね、ユーロテールみたいなのだったりすると、もうこっち側に塗るっていう時もありますし、あとなんだろう、通常こうね、おしゃれでさ、透明な場合とかだったりすると、電球に色を塗るだけで、あとはクリアとかさ、自分の車自体もね、そうなんですよ。テール自体はクリアなんですけど、電球に色がついてて、それっぽく見えるみたいなのとかね。あれ？ごめん。自分の車そうだったっけ？忘れた。うわ、やべえ。すみません。今の忘れてください。そう、なんでね、車種によってとか、自分が表現の したいやり方によって変わるんですけど、特にこのね、Z の場合だったら、自分の場合は、もう表面に濃く塗ってあげるような感じですね。ガイアのクリアレッドって結構ね、いい感じの赤が出ますんで、それで、これのね、この上の部分だけを赤く塗るって感じですね。27って書いてるんで。26は確かオレンジかなんかだった気がするんで、こっちがね、オレンジで塗るという感じですね。この下のところがね、多分バックランプの白だと思いますので、まあそんな感じか。なんで、時代に合わせて結構古ければ古いほど、結構そのテールランプのレンズ自体にしっかりとこうね、着色されているようなこう色だったりすると、もう結構濃いめの赤の方が似合ったりとかするんで、で、特にあ、ちょっと濃くなっちゃったかなとか思っても、リフレクターがあるんで、光を跳ね返す分、割とね、そんなに濃くはないんですよ、思ったよりは。っていうね、効果も出ますので、まあ、しっかりと赤というかクリアレッドをね、入れちゃってもいいんじゃないかなと思います。よし、ということで、まあ今回はね、ヘッドライトの、組み立てというか、まあ、レンズの取り付けですねという感じと、まあ、クリアパーツの塗装はそんな風にやってますよという感じです。よし、ではね、また進めていこうかなと思いますね。また見ていただけたらと思います。まあでも、ちょっともういい加減これで一旦ストップかな。もう今できることがなくなってきてしまったんでね。ということで、今日のサムネはライトとデコプリで頑張られましたよという感じでございます。ということで、今日はこの辺で。ではまた。